ストロークの安定感を上げるための方法賛成。不安定なみんなたちへ。ストロークやっぱりね、安定させたいっていう人はね、はい、数多くの人が悩んでるんじゃないかなと思います。安定してなかったらもう試合で恐怖しかないからね。その不安と戦いながら、まあ、なかなかこう勝ち上がっていくのは難しいかもしれないです、はい、それで強気にやれって言われても、いや入るか分かんないんだもん。そうですね。僕も中学生の時はそうだったんですけど、気合でなんとかなるとずっと思ってた。なんか声出せば入るとか、なんか中学生ってみんなそう思ってた。自分を奮い立たせる。そうそうそう。そっちに目線いかないみたいな。そうですね。声を出した時とか、もう大事なんですけど、そもそも面がちゃんと安定してるよとか、声出しても、ね、面こうかぶってて、どんだけ声出しても、やっぱ吹いちゃいますしね。やっぱりそういう確固たる技術を身につけていくっていうのも大事だなと思います。でその上でこういう風な動きができないと不安定になっちゃうよねみたいなのって結構あるじゃないですか。ありますね、はい、それを今日紹介していくので、はい、なんで今日紹介する練習メニューがうまくできる人っていうのは動きの中で体を安定させることもできたりとかすると思うので、ストロークもそんなにミスをしないんじゃないかなと思いますので、ぜひ動画の方最後までご覧ください。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。それではストロークの安定感を出すための練習3選紹介していきたいと思います。皆さんですね、安定感を出すために何が必要かっていうのをですね考えてほしいんですけど、まあ、それこそ綺麗な面だったり、フットワークをちゃんとして打点を合わせるとかね、こういろいろな能力が必要になってくると思うんですけど、今回は目線っていうですねところにフォーカスをして内容を紹介していきたいと思います。でやっぱり目線っていうのはすごく大事で、目線がぶれると何も動いてないはずなのに物はちょっと動いて見えたりとかしてしまって、正確な位置っていうのを捉えることが難しくなります。ってなると大事なのは目線を動かさない、頭の位置を動かさないで動く、ここの位置を動かさないで動いてインパクトできるとボールもしっかり見えるので、このミスが減って安定感が増すっていう、そういうことを考えましたので、今回はそのための練習方法をですね紹介させていただきたいと思います。まず1つ目がですね、横の動きでやっていくんですけど、結構ですね目線っていうのは下向いたり上向いたり右向いたり左向いたり右下左下とかっていった時にずれやすいので、今回はバック側の方にボールを置いて、これをタッチします。タッチしてすぐ切り返してボールを打つっていうのをやっていきたいと思います。でそのタッチの時にですね、こうやってタッチをしてしまうと目線が大きくずれているっていう形になるので、イメージとしてはこの目線を変えないままタッチしに行くっていう。っていう感じでちょっとやっていきたいと思います。では分かりやすくブッチの好きなポカリスエットでやっていきたいと思います。感じでやってみてください。1人10球でやると結構低い体勢で移動しないといけないので結構きついです。ただやっぱりソフトテニスで立つため、安定させるためには楽な姿勢で技術で頑張るんじゃなくて、体がきつくても安定しやすい状態を頑張って作るっていうのがすごく大事なので、ぜひこれもやってみてください。じゃあ次は塾長にやってもらいます。はい。はい。はい。いい。はい、五。はい、六。七。八。九。ラスト。やべえ。疲れます。では
次に2つ目のメニューを紹介します。2つ目は下じゃなくて上に行きます。なのでジャンプです。で2回しましょう。ジャンプ後ろから前にジャンプジャンプで、この後にパッて動くで、ボールを打っていきたいと思います。球を出すタイミングとしてはジャンプジャンプ、空中にいる時に出してもらってください。で着地した瞬間にもうすぐ移動できる状態を作りたいので、このような練習やっていきたいと思います。やってみてください。これはですね、だいぶトレーニングチックにはなるんですが、目線がぶれやすい状態を作ってでもぶらさずに打つっていう練習になりますので、やってみてください。次は直上いきます。ラスト2回。1、2、バイバイ。ラスト1、2、よいしょ。はあ、動画の途中ですが皆さんにお知らせがあります。皆さんこちらの T シャツ見てください。見てつよロゴ T シャツ作りました。新しいよ。新しい。めっちゃかっこよくないですか、これ。めっちゃかっこいいです。めっちゃいいですよね。しかもこれ僕的に塾長カラーなんで、これがじゃあウッチーカラーということで、ネイビーと、はい、でこっちもオレンジが入ってて、こっちは絵がネイビーなんですけど、これねちょっと塾長今回こだわったのがあって、はい、普通のドライ T シャツって皆さん着たことあると思うんですけど、ちょっとザラザラしてるの嫌じゃないですか。わ、かります。僕ちょっと嫌なんですよ。肌触り良くない感じの。はい、でいろいろ悩んで試してみたりとか、これちょっとシルキータッチっていう生地なんですよ。柔らかい。そう、ドライのシルキータッチなんで、うん、肌触りめっちゃいいんですよ。うん、し、あのスポーツやった時のあの汗のベタつきとかないので乾きもいいので、でロンティーとかもあのやっぱこれからのちょっとあったかいし、僕ロンティー好きなんで言ってましたよね。はい、超おすすめです。で今回この T シャツ、12月末まで年内までなんですけど、はい、550円引きをさせていただいて、3850円で、あロンティーも3850円。クリスマスは間に合いますね。間に合います。あら、はい、ぜひ番組下概要欄から、気になる方はチェックしてみてください。それでは塾長からストロークの安定感を上げるために必要なことを一つ紹介していきたいと思います。でウッチーもね、あのさっき言ってくれたことなんですけど、やっぱりストロークの安定性を上げるためにはこの目線のブレをなくしたいです。で特に意識してほしいことというか、できるようになってほしいのが移動中です。ボールまで走っていくときに目線を変えたくない。皆さん目線を変えないということはイコールどういうことかというと、基本この頭の位置がずれないっていうことですよね。だから頭の位置が一定の高さにこうずっとある状態で動けてれば、それは目線がブレてないイコールストロークが安定しやすい状態になっているっていうことになるかと思います。これを意識させて練習をさせるというのはあまりおすすめしないです。頭の位置を動かさないようにとか、目線を変えないようにっていうのを意識させるんじゃなくて、何か
目標を物がある。例えば今日はこのネットを目標にしようかなと思うんですけど、この白帯と自分の目線を変えないまま動く練習、結構低くて大変だと思うんですけど、こういう練習をすると目線を変えずに自然に動けるようになります。目標を定めて、その位置からその位置に頭を固定し続けてくださいっていう課題を与えた上で練習をしています。まずは一番基本的にはサイドステップからやるといいと思います。腰を低くしてネットと同じ高さに目線を合わせて、この状態をキープしたままサイドステップ、こういうサイドステップになってしまうと移動中にこうやって動いてるとミスする可能性があるよね。だから合わせて動けるようになっていきましょう。この時に1点気をつけてもらいたいのは、目線を維持しようとして姿勢を低くしなきゃいけないんですけど、背中を丸めて目線を下げてしまうとあまり良くないんですよね。これでボール打っても多分いいボール打てないので、背中は丸めずに胸の位置は基本高い位置をキープしたまま、下半身を使って足首、膝、股関節を曲げて胸の位置はキープしたままこう動けるんですね。こういう風に、これすごく重要な点になります。あとはいろんなステップを使ってもそれができるかっていうところの練習になってくるので、ではクロスオーバーでじゃあ今度移動してみましょう。ほら目線揃えました。クロスオーバー、クロスオーバー、クロスオーバー、これだけです。シンプルなんですけどやってみると意外と難しい。これができるためには体幹の強さもなきゃいけないし、足の強さもなきゃいけないし、足首も安定してなきゃいけないし、いろんな筋力的なそのベースが備わってないと結構こうやって難しいんです。なのでやってみると意外とむずいな、結構ブレるな、これはちょっと体幹とかももっと鍛えなきゃできないんじゃないかなっていう発見にもなるかなと思います。これができないならじゃあ筋トレしようかっていうところにもこれ結びつけてくれてるので、まずこれがちゃんとできるのかできないのか、これができるってことはある程度その能力が備わってる、その筋力もある、柔軟性もある、お腹も安定してる、足首も安定してる、いろんな能力があるからこうやって動けるので、そのテストになると思うのでぜひやってみてほしいなと思います。あとはこのまま前後とかでもいいわけですよ。目線キープしといて、ここから前に行って下がって、これを素振りしても目線キープしたまま行った時に伸び上がっちゃったりする多いじゃないですか。でも目線変えない、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 とかってできるようになってくると動きの中の無駄がない状態になってくるので、安定感も上がってくるのはもちろんですけど、打ってから次に行くまでのスピードも速くなっていくので、結果余裕を持ってボールまで行けるから安定するよねっていうところにもここつながってくるかなと思いますので、地味な練習かもしれませんが、ぜひこういうトレーニングも合わせてやってみてください。というわけで最後まで見てくれた塾生の皆さんありがとうございました。見て強くなるソフトテニス塾では、ソフトテニスが上手くなるための最新情報をまとめて発信していますので、まだチャンネル登録をしてなかったという方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それから今回の動画すごく参考になった、また見てみたいと思った方はいいねボタンも忘れずによろしくお願いします。皆さんの普段の悩みやリクエストはコメント欄の方でお待ちしておりますので、どんどんコメントしてみてください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。